こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今日も13騎兵防衛権の続きをやっていきます。では行ってみましょう。今日は網口くんから行きます。おや、どうも頭が回らないな。前と一緒かな。おかしな夢のせいだ。夜中のテレビも夢だったと思いたいね。夢の中で俺は井田哲也と名乗っていた。姿は俺でも名前は違う。キサラギは夢の中では俺は井田って名前で、二人は滅亡の危機にある世界で必死に生きている。彼女たちは恋人同士なんだろうか。多分ずっと未来研究所みたいな場所の夢だ。研究所？出てきたのは如月富、あの子だ。俺のバイクは今日学校商店街稲葉美雪マーシン。俺さ、ダメだ。誰が聞い、あんな可愛い子が二学校のやつ今までに。しょう、クラベ君いないな。夢の話しようって言ってたのに渡り廊下の方に行ったのかもな。うっ、って、あ、いたた。君は、確かめるか。ん、何したの？モテるからって調子に乗んなバカ。いや、やっぱ夢とは違ってお腹がちゃんとお肉だと思って。なんだと？私のどこが太ってるっていうのよ。この子が体半分で釣られてるなんて、ちょっと怖いですね。やっぱ悪趣味な夢だよな。クラベ君ならスプラッター映画の見過ぎって言いそうだ。はあ、何なのよ、まったく、わけわかんない。多分ずっと未来研究所みたいな場所の夢だ。まだ見てないシーンですね。出てきたのは如月富、あの子だ。ゆきちゃんは A 組のはずだけど、いない。うわ、クラベ君待ってるかもな。行ってみるか。冬坂、君だけ？網口くん、クラベくん来てないんだ。気になる夢見ちゃって相談したくて。網口くんも？相変わらずおかしな夢ばかりさ。ロボットの夢？いや、ロボットといえばロボットなんだけど。どんなロボット？ロボットといってもドロイドって言って人間そっくりなんだ。そのドロイドの研究所みたいなところにいて。そこ知ってる。夢の中で私もそこにいたよ。敷島で6番目に大きな地下研究施設って。いっぱいあるんですね。言ってた。あれって地下なの？そこにはウサミちゃんがいて。如月富、そうそうなんだ、同じだ。網口くんの見た夢詳しく教えて。あれは。こっちはこれでいいはずだ。衝撃的。2100年、かなり未来ですね。記憶データ準備できました。ウサムちゃんはもともと2024年に高校生だったでしょ。
ありがとう、玉尾さん。君が手伝ってくれて本当に助かってる。心配しないで、伊田くん。玉尾さんは68年生まれだから32歳。私の時と同じように成功するわ。私の時？彼女を優先してすまない。君のボディもすぐに用意するよ。玉尾さんは今体がない状態なんですね。期待しておきます。始めよう。蘇生開始。模擬人格と記憶を同期できました。戻ってきてくれ、トミー。僕がわかるか？いた違う、伊田くんのお兄さん。兄弟いたっけ？君なんだな。なんだか大人になってる。時間が経ったのは許してくれ。地下の技術を使っても8年かかったんだ。8年。1992年に何かがあって、うさみちゃんは体を失ったの？でももうその時はうさみちゃんだっていい歳でしょ。あれ、体が動かない。彼女は自分の状況を理解できていないわ。パニックを避けるために感情を抑制します。どうなってるの？落ち着いて聞いてくれ。セクターゼロに保存された君のデータからなんとか記憶部分を解析してドロイドのボディに移したんだ。私は人間じゃないの。私、玉尾さん、もう少し抑えてくれ。キサラギさん、今のあなたは記憶データをもとにキサラギ富として行動するよう作られた私と同じ AI なの。君は君だ。玉尾さんはこの時点では AI と。伊田君だってこんなに若いのはおかしいですよね。騎兵に問題よ、伊田君。完成してるはずの騎兵が反応しない。騎兵は D シリーズと同じシステムだから B コードの制御が効いてるんだわ。よくわかりませんね。制御に割り込むには適合者の誰かが直接アクセスし続けるしかない。どうしたの？いや、そっちでも問題？いいえ、もう大丈夫です。彼女落ち着いたわ。本当か、トミ？元の私はどうなったの？君は正直に教えて。重郎に殺されたのよ。クラベ君？ああ、大人の泉君が銃で撃ったシーンかな。あの時うさみちゃんもいたかな。他の子と一緒にね。重郎は私が始末した。まだ事情が分かりませんね。何時だ？目が覚めちまったな。夢の中で俺は伊田哲也と呼ばれてて、夢の舞台はいつも未来。冬坂も同じ夢のシーンを見てる。俺の視点は伊田哲也だが、冬坂の視点は森村千尋。そういえば夢の中の森村先生は雰囲気は冬坂に似ていたな。今日は出てこないのか？おい、テレビに話しかけるなんておかしいよな。
んなことないよ。嬉しいわ。出たな。一体何なんだ。その様子だとまだ時間がかかるみたいね。本物の稲葉みゆきなのか、それとも彼女に化けた偽物。稲葉みゆきは世界に私一人でも、化けてるっていうのはそうなのかな。アイドルなんて虚構の存在でしょ。これ普通のテレビだぜ。テレビ電話でもないのに会話できるなんておかしいだろ。テレビが受信機で、送信は君自身。連絡する方法がこれしかなくて、ユニバーサルコントロールにアクセスを拒否されたから、放送コンテンツの一部から侵入してるの。わかんないけど、要するに電波ジャックして俺と会話してる。そうとも言えるかな。なんで俺に。私、君だけを見つけられるの。君の ID の位置情報だけはね。それに君が頼れる人なのを知っているから。時間がかかるって言ったな。それってどういう意味。君が理解すること。何を。現状をよ。いけない、探査されてる。アクセスを一旦切るわ。稲葉つながりでうさみちゃんと関係ありそうですけどね。42%。 いおりちゃん行きましょう。うさみちゃん見た？猫ちゃんまたいたよ。前と一緒ですね。地下に埋まった巨大 UFO か。予知夢だとしたらとんでもないよね。なっちゃんの話に感化されちゃったかな。 UFO のこと聞くと止まらないからな。なっちゃん、もうどこ行ったの。毎晩あの夢で、夜中に目が覚めるもんだから。くれ、いおりちゃんに来ソフトクリーム、新しいの増えてるのよ。ここんとこクレープだったし、ミオちゃんに賛成かな。まあいいか。それじゃあ行きま、美味しそうですね。みんな新作にしたんだね。濃厚ミルククリームだって。チョコミントと悩んだよね。ではでは一口。口当たり濃い。今週の占いでラッキーアイテムがソフトクリームだったのよね。じゃあこれで運勢良くなったね。なってきた、なってきた。あのお店また行きたいな。うん、太っちゃうかな。ちょっと食べ過ぎかもね。より、さては色気づい。まさか例のないってば。学校にはろくな男いないもんな。前と同じですね。いいなって男子足りないな。ミワちゃん、やっぱりラブレターって。ラッキーアイテムで運気はバッチリよ。そうだ、告白しちゃえ。やめてよ、恥ずかしいよ。見守るだけで十分なの。でもイオリちゃんは網口くんと普通に話せていいな。今日も昼休みに話してたじゃない。渡り廊下のとこで。何話してんの。夢の話とか。お話。恋は素敵よ。網口くんたちの夢みたいに繋がってる気がして、気になるから相談したのよね。
クラベ君。あれ藤坂さん、どうしたの？席にいなかったからここかなと思って。網口君を待っているの？まあそんな感じ。例の夢の話？網口君は多分ね。僕の方は今日彼の家に遊びに行っていいか聞きたくて。ずっと思ってたんだけど、なんだか藤坂さんって学校で初めて会ったって感じがしないんだ。ずっと前に会ったりしてない？ないと思う。あ、藤坂も一緒か。網口君、また夢見たんだ。あ、それそれ、今度のはすごかったぞ。足だけついてる歩く戦車みたいなので怪獣の群れを倒そうとするんだ。うさみちゃんの夢じゃないですね。寝る前に B 級の SF 映画見たでしょ。その夢ってずっと続いてるの？むしろ最近よく見るよ。クラベ君もそうだろ？僕は UFO の夢だった。円盤の転送装置で過去に飛ぶ夢。確かに夢は結構見るよ。でも僕は映画とかに影響を受けやすいからな。ところで冬坂はどうしてここに？もしかして俺たちの夢の話に興味出た？そのことなんだけど、実は最近私もおかしな夢ばかり見てて、もしかして何か関係あるなら相談した方がいいのかなって。それってどんな夢？あれは網口くんだと思うけど。2089年、川向こうにあるはずの。初めてですね、この年は。森村千尋ですね。新世紀タワーがない。まだ立つ前なんだわ。未来から来たってことですね。私一人が16年前にたどり着いた。16年前、どっかで聞いたような。十郎も沖野くんも脱出できなかったの。ここは私が生まれた頃の時代。森村千尋は2089年くらいに生まれたと。師匠の玉尾さんが68年だから20歳くらい違うってことですね。16年前の世界で私ただ一人、どうすればいいの？変わった形の機械ですね。何なのこれ。ここはスミレ橋だ。あ、あのシーンの続き。戻った？あ、待って、あの森村千尋さんですよね。誰？僕は伊達哲也。音楽があの時と一緒ですね。未来のあなたに送り出されて僕はこの2089年に来た。未来の私。スミレ橋の上にいる16年前のあなたに僕たちの戦いを伝えるよう頼まれたんだ。今度こそ奴らを倒す。周りが騒がしくなってきた。捕まると面倒だ。ここを離れよう。これは置いていくの？そうだな、いずれ必要だけど後で考えよう。ともかくここは一緒に逃げるべきじゃないかな。42%。
ゆきちゃんですね、次は。一旦整理しましょう。まずはうさみちゃんの方ですが、2092年にうさみちゃんが体を失ったとして、その時点でうさみちゃんは結構いい年と思いましたが、そうとは限らないですね。高校生のままその時代へ行ってたかもしれません。ひだくんも2092年の時点ではまだ高校生で、そこから8年分成長したってことでしょうね。玉尾さんは2100年時点で32歳のはずですけど、体を失ってましたね。あの大人の泉くんがみんなを撃ったシーンは何年の出来事か分かりませんね。網口くんと薬師寺さんが撃たれたのは覚えてるけど、うさみちゃんもいたかな。いおりちゃんもいた気がします。泉くんも彼なりの正義があって撃ったんでしょうから、どっちが悪いとかはまだ分かりませんね。16年前の橋の上の方は、普通のいおりちゃんの姿をした若い森村千尋がいて、網口くんの姿をした飯田くんが来て、話の流れからすると2089年の16年後の2105年に怪獣たちに負けたんですね。まだ断片ばかりで全体像が見えませんが、先へ進みましょう。よし。女子トイレの事件はまだ謎だらけだが、なっちゃんが関わっているのは確かだ。他に手がかりになるものがないか探そう。リンゴジュースだ、ガキの頃。私につきまとそのくせ。探しましたよ、またここにいたんですね。怪しい助手が来ましたよ。メガネの話、情報特撮とあた式冷蔵あの休み時間にな幼なじ中学でぶたった一人部員な取りに。これはうち。もう一度。あれ、言いませんでしたっけ、あの女子トイレ改装始まってもう入っても何もないですよ。嫌に対応が早いな。もしかして怒ってます？禁煙中で落ち着かねえんだよ。進展がありませんね。神社はどうやって行くんでしょう。これは宇宙神、遥かに進化した彼らの時策。時策、なっちゃんはこのともかくて。時坂神社ってのはどこだ。この近くの神社ですね。行ってみるか。案内してくれ、カバン取ってくる。正門で待ち合わせだ。やっと行けましたね。篠之目さん。篠之目。おい、高宮ゆき、接触は避けるよう言われてるでしょ。篠之目、どうしても聞きたいことがあるんだ。南夏野が消える前、黒服が彼女を追ってたって話を聞いた。それがマジなら訳を聞かせてもらおうじゃねえか。言ったでしょ、私が担当する調査に南夏野は関わっていた。でもこれは断言できる、我々は彼女を拉致していない。していたのなら調査も苦労しないわ。信じていいんだな。任務に戻って。待って、あなた前に気になることを言っていたわね。何か隠したって。そんなこと言いましたっけ。ああ、あんたが隠せと言ったんだ。まだ見てないシーンかな。
やっぱり覚えてないんだな、旧校舎の渡り廊下でのこと。知りませんね。旧校舎、何があったの？あんたがあそこで映写機で映したのを見て泣き出した。映写機？メガネがどうのと話してたが。伊田先生、急に薬。東雲、難しい人ですね。神社行きましょう。高宮さん、待たせてしまって。さあ行きましょう。すまん、ちょっと待ってくれ。東雲は忘れちまってるが、旧校舎の渡り廊下、あん時のこと私ははっきり覚えてる。ん？そっち行っちゃうんですね。あれは確か転校してそれほど経ってない頃、旧校舎近くであいつを見かけたんだ。あれ、人気がないと思ったらこっちは旧校舎だな。もうすぐ取り壊したっけ。この建物が建ったのは戦時中だって言ってたな。惜しいね、こんだけ静かならたまり場にもってこいなのによ。お時間来ちゃったので今日はこの辺にしておきましょう。というわけで今日も最後まで見てくださりありがとうございました。